こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回は、ゼニペナオールスターズやってみましょうということで、本大会が始まりました。僕の方もちょっと仕事でずっと出ていて、今からっていう感じにはなりますが、皆さんに追いつけ追い越せで頑張っていきたいと思います。でですね、まずは、選手をスカウトしていきましょう。僕は PSR ランクにエントリーをしたので、まあ、この辺からですね、取っていく感じになるのかなと。いう風に思ってます。で、まあ、使えるキャラとしては、やはり神宮寺のみ、この辺は、非常に強いキャラクターではありますと。ただ、考えなきゃいけないのが、結構上の方のランクの選手を取っていかないと、お話にならなかったりするので、まあ、その辺は、しっかりと見極めながら、いきたいなという感じですね。で、安倍日持ちがやはり使えるかなと思うので、まあ、その辺を取っていくことにはなるんですけど、まずはエースから引っこ抜くのがいいのかな。ということで、まずは、猪野くんスカウトします。で、こいつをエースに据えて、戦っていこうと。あれ？チームなんか上がんないんだけど。上がったのかな、それとも上がったのかな。とりあえずエースは交換できましたっていう話と、あとは大事なのがこのチャレンジのこれですね。これかな、オープン戦の方かな、違う、こっちか。ここでポイントがもらえるので、ここはしっかりゲットしていきましょうと。そうしないと結構損をすることになりますという話ですね。では、試合をやっていきましょう。で、猪野くん4番にした方がいいかな。野手、野手じゃないや。ちょっと待ってください。イベントオーダーね。猪野くん4番にするよ。で、まあ、勝利をするためにも、野手より投手から先がいいかなとは思ってます。まあ、エースはね。さあ、行きましょう。高校チーム先制のピンチです。ワンアウトランナー。しっかり抑えていきたい。第2球。うん、まあピッチングは多分、まあ相当チームランクに対しては強いのでいいでしょうと。で、ちょ待って待って待って、金脈確認したいんだけど、畜生、今いけたかもしれない。金脈が星ですねの外野と。わあ、落ちたり落ちなかったり、結構むずいな、星型だし。てか、外野手多くない？なんかショートかな、これ。よくわかんないけど。なんか多い感じしますね。なんだろう。パワー。このパワーのなさ。あれ、なんか外野？セカンド？なんか野手がすごく多く感じる。ちょっとわからないけど。星に落とすと2400。400ポイント。乗る感じかな。ここはでもストレートしか来ないっすね。2200。ふわー。めっちゃふわふわボール。いや、これ野手早く変えた方がいいな。マジで飛ばねえわ、打球が。コンピューターのレベルが上がった途端にきっと大変になりますね、これ。よし。OK。うん、いいですね。で、リトライはしなくていいと。今回のはね。で、12万点もらえたので、野手スカウトしましょう。で、上の方がいいんだけど、当然。まあ、神宮寺の海、いいんじゃないって。で、金丸がスカウトできるようになりましたと。金丸がスカウトできるようになりました。はい。では次行きましょう。しっかり5試合やりたいね。高校チーム先制のピンチを迎えました。さあ、次の投球。ああ、バント。バントとかしてくるのか。あ、やばい。負けそうだ。
今、ノーミ入ってたか、メンバーに。ちょっとノーミ、メンバー入ってたか、今。あ、入ってる、入ってる。7番に入ってる。さあ、次の投球。投げました。直球決まって、ストライク。投げました。ボール。投球、これから4球目。ボール。第5球。投げました。ナックル厄介だな。めっちゃ厄介だな。フォアボールだし。外れてフォアボール。先頭バッターフォアボールで出塁します。左バッターボックスはノーミ。今日は三振とレフトフライ。初球打ち引っ張った。右へ切れた。ファール。第2球投げました。オッケー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 。高め外れてボール。投げた。危ない球。次は4球目。投げた。打った。当たりだ。うん、やっぱ打ちやすいですね。全然違いますね。スリーベースだ。珍しい。まあ、走塁ついてるしね、今ね。ただ、あと3アウトなんだよな。そう、あと3アウト。これ、いけるか？勝利できるかな？ゼニペナしか残ってないしね。うわー、これやったらまずい。あとアウト一つ。この前通過。投球これから2球目。オッケー。清水投手下がっていった。ヒット。レフトからセカンドへ。ヒットを放ちました。今日はバッターは2番。第9投げた。打ちました。うん、一応抜けましたかって感じですね。ツーアウトじゃ点取れないだろうな。うんですね。まあ仕方ないですね、これは。で、神宮寺とかを入れればいいと。入れられるね。所持ポイントも14万と。で、スカウトしましょう。14万だったら、佐久間いけないか。からの、戻ってチャレンジとか見ると、きっとなんかね。ほら、来た。ほら、来た。なので、しっかりとこの辺は、まあ、見ていくことは大事かなと思います。で、これで、オーダースカウト、野手スカウトで、ある程度メンバーが入れられると。で、東雲でいいかな。早急守備職人。守備職人とかもでかいしね。まあ、佐久間も強いけどね。東雲入れましょう。全くと言っていいほどチームランク上がんないわ。全くと言っていいほどチームランク上がらない。まあ、ボナの関係もあると思いますけど、ちょっと厳しいかな。高校チーム先制のピンチです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、あ、ピッチャーがひどい。ピッチャーがひどい。あ、ピッチャー変えた方がいいのかな。なんかそんな感じもするな。さあどう。ナイス。一応ちゃんとアウト取りましたね。上位に置いた方がいいかな。アウト。普通に打球が飛ばん。困っちゃったね。いやー、なんとかバウンドしてるけど。あと2人か。ちょっと点取りてえな。うわ、危なー、フォーク。落ちねえか。
第3球を投げた、打った、抜けた。いや、ちょっとコンピューターの動きもちょっとだけ速くなってますね、さっきよりは。そう、すごいとこ投げてる、ね、今日初めてのヒットになりました。抑えれば勝ちだ、金丸。でも得点を上げたい9回です。今日2本のヒットを放っている金丸。高校チーム、ここは何としてピッチャー厳しいな。見送ってストライク。さあ、次が最後の投球になるか。オッケー。アウトコース低め、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。よし、点も10万点入ってきた。90% しかないのか、僕。90% しかないのか。安倍日持ちで、そこそこ。神宮寺我慢しよっかな、今。ちょっとあれですね。しどれみとかが欲しいですね、メンツ的には。いや、足んねえな。多分足んねえな、これ。まあ、ちょこちょこ取りながらしっかりと進めたいですね。多分足んねえな。135,922。まあ、いけてピッチャーって感じか。まあ、神宮寺いけないこともないですが、エレキ。いやー、ちょ、一回我慢かな。一回我慢してこのまま試合します。ちょっと上位にしよう。上位にしよう、メンバー。はい。オーダースカウトで、これ。これで、伊野尾は5番にしとこう。どうせ、多分、野手の変わんねえしな。ほか。さあ、あと残り2試合。しっかり行きましょう。高校チーム、先制のピンチを迎えました。ビシッ。グリドロ。いや、じゃあ、強い強い強い。普通に強い。スリーベースだし。あ、これ、勝てないやつもしかして。うわぁ、ちょっと待って。うん、ちゃんと抜けました。おわ、取るなー、オッケー。2点か、落ちろ。いやー、落ちねえか。結構頑張って打ったんだけど、チェンジアップ。ちょっと待って。あ、やばい。すごいいいとこ投げてくるな。ストレートビューとか懐かしい。懐かしさしかない。打てねえな、でも多分。チェンジアップの方がまだ余裕ありますね。ひとまず1点差。え、シノノメトノミなんで6番とかな。結局。うわ、高速進化。ただ打ちやすいですね、やっぱり。全然違いますね。ストレートビュー夏いな。うわ、高速進化ほんと打ちにくい。うん、同点にはできましたけど、ちょっと勝てるかわかんないですね、これ。で、ひとまず、もう一人ぐらいはスカウトできるかな。7万点。20万か。まあ、しどれみでしょうね。安倍日持ちだよな、間違いなく。佐伯でもいいけど。まあ、ここ進むくんだな。まあ、勝つためにも進むがいりますね。で、これ知っていいの？のみ1番になったね。さあ、ラストの試合行きましょうかね。D ランクぐらいにはなれるかな。4番しののめ。あは、遅っ。
70キロ。83キロしかない、こいつ。嫌がらせピッチャーだな。まあ作られてる方いますね、やっぱり。進むとか本当懐かしいな、すっごい昔に PSR 当てましたね。ぶわー、ストレート遅。スローボールとかなんかよっぽど打ちやすいな。うん、抜けましたね、オッケー。第9、投げました。外角高め、ナックル外れてボール。投げた。見送ってボール。第3球を投げた。ナックル遅。これも嫌がらせピッチャーか。第4球を投げた。危ない球。投球これから5球目。あーっとキャッチャー取れない。タッチはアウト。アウト。アウトひどいなそれ。3打数ノーヒット、1三振。アウトコース高め、ボール。第2球投げた。ボール。外角高め。第3球はアウトコース高め、はいストライク。第4球を投げた。打った流し打ち。ライト前ヒットになります。打球が転がっている。高校チーム、さらに1点追加。ザコゾンビーズ、何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナーなしという場面で奥田。第2球投げました。2球目空振り。大三振取ってもらおう。2球は最後となるか。オッケー。で、バッチリですね、と。はい、16万点と。結構入りましたね。これで、また新たな選手をスカウトできるのかなと思います。で、1日目終了で、多分 D ランクぐらいには乗せられるんじゃないかなというところです。皆さんはどれくらいのランクでどういう選手をスカウトされているでしょうか？ぜひぜひ教えていただければ嬉しく思います。で、ゼネピナはね、今後もしっかりとやっていって、まあ、報酬をね、いただけるように頑張りたいと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。